その数日後、かつてのアシスタントたちが赤塚不二夫に朗報を持ってきた。かつて不二夫プロでアシスタントをし、今や大御所になった漫画家たちが手弁当で再び赤塚漫画のアシスタントをするというのだ。還暦祝いにさ、書き下ろしやろう。還暦祝い、うん、いや、60になったってのはね、恥ずかしいことなんだよ、漫画本当は。そのお祝いに、やろう漫画どういう漫画書くんですか。ちょっと思考を凝らしてですね、うん、だから赤塚キャラクター全部出すんだ。あ、今まで描いてきた漫画をな、集大成ね、のキャラクターを全部出して、みんなで漫画をプレゼントしよう。うん、昔僕のアシスタントしてくれていた人がみんな集まって、うん、漫画を描くっていうこと、うん、あ、面白いね。面白いですよ。編集長って頭いいんだから、バカみたいな顔してるけど結構すごい企画、面白いよ。原稿料全部俺にくれるって。そうそう、そういうことか。だったらやろう。早速企画会議が始まった。昔のアシスタントたちとの久しぶりの再会である。ちょっと紹介しますね。こっちにいるのがダメ親父描いたうんちく漫画、古谷光俊。ダメ親父の古谷光俊で、ここにいるのはトイレット博士の鳥居和義。トイレット博士の鳥居和義。そしてお隣、釣りバカ日誌の北見健一。総務部総務課山口六平太の高井健一郎。足立勤って、足立光の兄貴なんだけどね、この男はね、武井記者って言って、少年サンデーのね、漫画の中によく出てきたんだけど、何の関係もないのに来てるんですよ。なんていうかな、パロディっていうかな、そこまで言ってないんだけど、うちのキャラクター全部使って50ページ書いてみたいと思うんだよ。例えばさ、金庫番の女とかさ、あれをな、ダメですね、秘密のアコちゃんにするんですよ。ね、アコちゃん金庫番の、そう、料理番をしびたにしてさ、かつてのアシスタントたちの前ではいつもと変わらぬ赤塚不二夫だったが、実は泣きたいくらい嬉しかった。漫画の制作は10月10日から3日間と決まった。漫画制作を翌日に控えた午後、赤塚不二夫のもとに意外な人物が激励に現れた。いや、わけのわかんないこと言うからな、飲んでると。先生。はい。どうもどうも。いやいや、ご挨拶になりました。激励に今日はね、お仕事中大変しました。どうもありがとうございます。それで これね、まあ、ついでにと言っちゃなんですけども、はい、奥様と一緒に具足が披露パーティーいたしますんで、どうぞお願いいたします。一つ仕事の方は真面目にやってくださいね。はい。もうやってんの。あ、行きますか。これウイスキーも持ってきたの。ウイスキー、うん、奥さんにらむな。いやいや、大丈夫です。あ、そうですか。うん。大尊敬するね、ゆり先生がね、ここにね、見えてくれたってのもすごく嬉しいですよ。人間スケベないから絶対ダメよ。そう、だから死ぬまで。だから、新宿でね、ホテルに入るところ見たんだから、俺がちゃんと若い子連れてね。ほら、目はピンピン起きてるし、下の方はピンピン起きてるしね。そうはいかないんだよ。酔うほどに母親の話になる。藤井ちゃんのお母さんなんても亡くなったの。ね、うん、57歳で。あら、あ、そう。57歳って若い。若いよ、ね、あんた。本当におふくろね、うん、すごく優しいおふくろだったんですよ、うん、俺んとこ
おくろも、まあ、60いくつかな、亡くなったのはな、うん、貧乏だったからさ、俺んとこのおくろも随分苦労したよな。夜中になると夜鍋して、あの裁縫をね、徹夜でやってたもんだよ。なんでこれこんな急にかかんの？あれ、そう？終わらせていただきます。こういうこともあったのよ。最初からやる気だったのよ、私も。はい、ちょうどね。いくつになっても真面目になれない大人たちである。10月10日、漫画制作の仕事場は、北見健一が懇意にしている下落合の旅館、三楽ホテルである。次に現れる赤塚不二夫の元アシスタントたち。そして最後に家を出る赤塚不二夫。さあ、これからあれだよ。50ページ書くんだからね。50ページって言ったら大変ね。できるかな。大勢来られるわけでしょ。でも心配だよ。これねえ、すごいな、おい。なんだよ。こんにちは。お世話になります。はい、よろしくお願いします。3日間だからね。すごいね、この部屋。こんにちは。どうも。どうも。よろしくお願いいたします。今日からね、3日。どうよろしくお願いします。頑張ります。話はもうちゃんとできてんだからさ。でキャラクターだってさ、あの誰が描いてもね、みんな何だか分かるわけね。嫌味をね、こういう感じで来たよ。これ感じ出てるよ。これでいいんじゃない、ね、うん、こっちの方が似てるよ。ケンちゃんは嫌味、嫌味にからあんまり離れちゃうと分かんないですね。そうそうそう。バカボンは？バカボン出てくんの？あとだよ、ね、親父、うん、それは俺が今これから当たり入れるわけ。まあやってみてもいい、うん、なんかちょっと試行錯誤しながらやってるとなんかできてくるかもしれない。まあなんとかお願いしますよ。よろしく。